るほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああ、ご安心を。え、ああ、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手一杯でしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。はっ、当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの身体が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな。無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああ、どうしても八神を。なんだよ、やってられた。みんな、うるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保くんが恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼
大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。そりゃ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえ、こら。え、なになに、死にたいの？バカか、こいつ。おい、何やってんだ、タボ。いや、チンピラに因縁つけられて、つい。ついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん、悪い。後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。終わったよ、海藤さん。そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった、早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。お前も探偵って言ってたな。名前は？今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな、こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっ、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ、何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ、借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。
いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。賑やかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東条会。カムロ町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近神室町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。 この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東条会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえぐられてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東条会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。やってんだターボ。羽村の頭。話せ俺。ターボがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか？いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか？いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。でした。
いいよ、沙織ちゃん。これどら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来、顔ぶれは少し変わった。どうも、矢上さん。星野君、どう？ここはもう慣れた？皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう？司法試験でもトップクラスだったって？ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、矢上。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？夕方から見てねんな。まあちょうどよかったじゃねえか、顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか、尊敬する兄弟子ですよ、それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ、あれ、全部言っちゃった？半分なら残ってます。前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、矢上くん。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって？付き合うまで言ってませんから。私たち失礼しました、ケンジ殿。真冬。なんだお前は。あれ、ケンジ生、矢上くん何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が矢上弁護士。うん。こちら森田検事生。それとご存知、泉田検事。久しぶりだな、矢上先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前。松金組若頭羽村恭平と恭霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際、村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。
この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。タボも手貸してくれんのか？カムロ町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ、分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。そこのお前、見た顔やな。おお、村瀬。奇遇やの。こないだの礼にたっぷり痛めつけたる。おお、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。タボ、海藤さん、邪魔すんな。僕どこ行くの？
なんだおら。いや、なんかすげえなあんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしい王女せえや。必要なことはすべて写っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか。はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました。僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば
被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。